茨城県道269号、鳥出停車場線起点、鳥出駅付近終点付近、鳥出市鳥出2丁目茨城県道269号、鳥出停車場線は、茨城県鳥出市内を通る県道で、東日本旅客鉄道常磐線鳥出駅と接続するための道路である。JR 鳥出駅東口と茨城県道十一号、鳥出東線までと南北に結ぶ。 鳥出市鳥出地内の延長約200メートルほどの一般県道である。1959年10月14日、新たな県道として、北相馬郡鳥出町の鳥出停車場を起点とし、一級国道6号線交点を終点とする区間を本路線とする、県道鳥出停車場線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号269。 となり現在に至るで駅東口とその周辺市街の主要アクセス道路で交通量は大変多い。片側1車線で最高速度時速 40km 規制である。とり市とりの市街地の中にあり、周辺はビルが立ち並ぶ。道路は緩いカーブがあるが、全体的にほぼ直線で駅に向かって若干上り勾配がついている。福音、曲線半径。 郊外その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。AB 道路の区域決定茨城県法、公外10月14日よりハット ABC、道路区域の変更、茨城県法、第6996号、P10、ABCDE、茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在、茨城県法、 第779号対象9年4月1日、茨城県国時第147号より、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、第637号、ピアニッシモ、8から12。ありがとうございます。